第1話、みちかさん。親戚に霊能者と呼ばれている人がいる。彼女の地元ではそれなりに有名で、本名とは別に、近所の人は彼女のことをみちかさんと呼んでいた。なんでも、みじかとみちかとみちかが混ざっていて、本人曰くいい感じなので、周りにそう呼ばしているらしい。今現在北海道の M 別におり、45歳である。彼女は昔、東京で不動産会社の事務をしていたのだが、ふとしたきっかけで辞めたらしい。その原因は今でも話してくれない。旦那さんとはその時期別れて、子供も旦那さんが引き取っている。僕にはもともと霊感などないし、霊も怖いので、彼女、すなわちみちかさんと話すのはあまり好きじゃなかった。初めて話したのは小学校4年の時、僕が京都に住んでいた時だ。その時はちょうど、家族で父親が昔住んでいた北海道を訪ねていた。あんた、家の近くにお墓のある公園があるでしょ？え？と僕は思った。むやみに拝んだらダメだよ。霊がついてくるからね。初対面でいきなりこんなことを言われた。そもそも、なぜ彼女がそんなことを知っているかがわからなかった。ただ、当時友達の間で、ほんの一時期拝むのが流行って、僕も真似していたのは確かだった。両親すら知らないことだ。それ以来拝むのはやめた。二回目に会ったのは、東京でおじいちゃんの葬式があった時だ。みちかさんは北海道から、葬式に参加するために来ていた。後から知ったのだが、その時はすでに霊能者まがいのことを地元でやっていたらしい。その時はこう言われた。あんた苦労するよ。うん。でも、あんたの亡くなったおばあちゃんがええ人だからね。守ってくれてるのが救い。あんたの父親も苦労人だけど、そのおばあちゃん、つまりあんたの父親のお母さんだけど、その力があるから、今は結構幸せにやってるでしょ？僕のおばあちゃんは、僕が生まれて2、3年後に亡くなった。おばあちゃんは僕をとても可愛がったらしい。それにしても、僕はその時中学1年生だったが、またもや嫌な感じになった。なんでこんなことをこの人は言うのだろう。そう思っていたのだった。今振り返ると、僕の人生は特別不幸というわけでもないが、取り立てて幸せというわけではなかった。当たっていないわけでもない。3回目に会ったのは、おじいちゃんの何回忌かの時だ。小さい頃からみちかさんには嫌な感じを受けていた僕は、話さないようにしていたのだが、なんとなく目があって、話さなければいけない雰囲気になってしまった。あら、元気？初めてそう聞かれて、僕はちょっとびっくりした。別に会うたびに小言言いたいわけじゃないのよ。ただ気になっただけだからさ。と彼女は笑って言った。霊能者みたいなことしているんですって？僕は思い切って彼女に聞いてみた。まあね。と言っても頼まれた時だけ。普通は自分からは何も言わないのよ。そんなにわかるわけでもないし。親戚だろうとね。嘘つけ、と内心思ったが黙っていた。あんたは特別よ。まるで僕の心を見通したように彼女は付け加えた。ところで、どんな感じなんですか？霊って？どんな感じ？そりゃいろいろ。ほんと、いろいろ。でも、どれも基本的にはさ、人間の思念の残りなわけよ。わかる？わかるわけがない。個人の何かの思いが霊になっちゃうわけよ。だから、その思いを知るのが大事なの。ね。ただ、時々とんでもないのがある。私じゃどうしようもないのが。例えば？と僕？聞きたいの？そう言って、みちかさんは僕に霊体験を語ってくれた。みちかさんは知人に頼まれて北海道の慶長に行くことになった。そこには2年前ぐらいから原因不明の病にかかった14歳の少年が待っていた。なんでも、胸がずっと苦しいらしい。医者の方でも原因がわからず、かといって命に関わるほど危険というものでもないので、入院費用のことも考え、自宅療養を続けているとのことだった。学校は気分がいい時にだけ行っているらしい。行ってみてびっくりしたのよ。ほんと。と、彼女は興奮気味に言った。最初はさ、まあ私のようなうさんくさい人間に頼んでくるくらいなんだから、当然、霊絡みなのはわかってたけどさ。そこは北海道地方に特有の屋根が三角に尖った普通の家だった。壁はクリーム色で、屋根は赤い家。その時には別段変な感じはしなかったという。ところが家に入ると、うっという、胸が押しつぶされる感じに襲われたらしい。
知人に引き連られて中に入ると、その母親が待ってたわけよ。当然だけどね。父親は仕事を休んだらしく、少年が寝ているベッドの前で正座してたわ。で、挨拶して、ミチカです、と自己紹介したわけ。その時ちょっとピンときたんだけどさ。ま、やり流したの。何を？と聞く前に彼女は続けた。それで、いよいよ少年とご対面。案の定、何か黒っぽい服を着た人が、少年の胸に乗っかっているのね。その時にちょうど、父親はトイレに行くって下へ行ったのよ。変でしょ、これから除霊をするってのに。確かに変だ。で、よくその霊の顔を見たらさ、なんと、その父親の顔してるじゃない。予感はしてたけど、本当にびっくりしたわ。で、母親にちょっと事情を聞いたらさ、どうやらその子は、母親の連れ子らしいのね。ははーん、そういうわけか、って思ったの。その母親は3年前にその父親と知り合って、再婚したんだって。で、2年前から胸が苦しくなったってことは、どうやら父親が、その子を疎ましく思ったみたいね。なるほど。でも困ったことにさ、生き霊ってのは私もその時初めてで、除霊したことないのよ。個人の霊なら問題ないんだけど、生きている場合はねえ。で、どうしようか考えてたらさ、なんとその父親の生き霊が突然、私の方すっごい形相で睨んで、私の胸を両手でこうグーって、押しつぶすようにし始めたのよ。私、もう、ってなって、息できなくなって、苦しみながら外出して、外出してって知人に言ったの。で、連れ出してもらって、玄関出たらすぐ息できるようになって。それで結局除霊はどうしたんですか？諦めた。え？だって、父親が原因だなんて言えないし、言ったら家庭崩壊だよ。そりゃ息子は良くなるかもしれないけど。そのままにしといたんですか？うん。あの父親による思念も、いつも強いわけじゃないから。そのうちね、なくなるでしょ。なんかで。いい加減だなぁ。だって、別に大金もらってやってるわけでもないし、壺売ってるわけでもないしさ。ま、それは冗談として。生き霊はね、取り扱いを間違えると本当に大変なことになる。当たり前だけどね、死んだ人よりね、生きている人の方が思いが強いんだよ。その後その少年の話を聞いたが、結局あの夫婦は離婚したとのこと。それ以来、少年は胸の痛みが消えたそうだ。でもあの時一番怖かったのは、ミチカさんの話の最後の部分だった。知人が私を外に連れ出そうとした時、知人は今で父親を見たらしいんだけど、正座して両目見開いて、こっちをガーって見てたって。机で右拳を震わせながらね。すごい顔してたって。それ聞いて、生半可な霊よりゾッとしたわ。第2話、ミチカさんパート2。僕には霊能者もどきの親戚がいる。通称ミチカさん。今現在北海道在住である。他の親戚たちは、当然ながら彼女の行動にあまりいい顔をしていないし、取り立てて彼女に相談をしたこともないようだった。僕もその一人。僕に何かの霊を感じ取っている彼女が好きではない。しかし、彼女が本物であることは分かっていた。僕には田中さん、亀井、という親戚がいるのだが、その家を親戚一同で訪ねた後、道香さんはこうつぶやいた。あの家、空気がよどんでるね。僕と両親は、その訪問のかなり後になって、当時15歳だった田中さん家の娘が、無断外泊したり、その娘が彼氏を家に連れ込んだりして問題になっていること、そのせいで夫婦仲が険悪になり、さらに田中さんの母と奥さんも、今まで以上にないほど仲が悪くなっていたことなどを知る。しかも、離婚話まで後に持ち上がった。訪問した時は何の予感もなかったのだが、彼女が事前に知っていたということはありえない。彼女は僕の両親を除いて少し親戚から避けられているので、親戚関係の話は僕の両親から伝わるからである。後で田中さんの離婚騒ぎが分かった時、両親が彼女にそのことを話すと、ふーん。と言っただけで、興味がないようだった。あんたは、私から何か言われるのが嫌なんでしょ？と彼女は言う。よく分かってらっしゃる。人生はその基本において、自分で切り開くものと考える僕は、
たまに迷惑をかけてしまう両親や家族の忠告を除いて、占いや霊視の類を信じないのである。時々心配になる。あんたは教会にいるからね。いろんな意味で。ま、あんたのおばあちゃんに感謝しときな。教会？なんだそれ？いずれにせよ大きなお世話だった。幸いにして、シャレにならないほどの霊体験は今まで僕自身には起きてない。シャレにならないほどの実体験なら結構あるが。それでも、なぜだか道香さんには惹かれるものがあった。それが何なのかはわからない。好きではなく、興味の対象、といったところだろうか。ともかく、親戚関係で北海道を訪れるたび、道香さんの話を僕は聞くようになっていく。そんな道香さんの話。例のごとく知人に、ちょっと見てほしい。と頼まれた彼女は、A 市まで車で知人と出向いた。そこの団地のとある2階の部屋。なんかね、嫌だね。ドヨーンとした空気がさ。そこには一人暮らしのおばあちゃんが住んでいた。なんでも、そのおばあちゃんが変な夢を夜見るらしい。毎晩誰かに焼かれそうになる夢だそうだ。その誰かは夢ではわからないらしく、実際恨まれる記憶もないとのこと。昼まではちょっとわからなかったのね。原因が、小屋夜まで待たないとダメだってわかった。やぶ霊能者とか言わないでよね。実際私は、後天的に霊能力がついたからさ。後天的。僕は、彼女が東京で不動産屋の事務をやっていた時を意味しているのかな、と思った。おそらく事故物件絡み、そんなところかもしれない。もちろん、そんなことは聞かなかった。で、実際夜になったんだけど、やっぱりわからないのよ。特に霊が見えるわけでもない。ただね、おばあちゃんが何か隠しているのには気づいた。で、おばあちゃんにこう聞いたの。おばあちゃん、昔火事起こしてない？そしたら、おばあちゃんボロボロ泣き出しちゃって、夜中1時なのに大声で、近所の人が起きてきちゃって、あんたら何やってんだって怒鳴られて。で、とりあえず中止。また、諦めたんですか？と、僕は意地悪な質問をした。諦めたっていうか、日を改めようと思ったの。で、その日は、もう遅いから明日にしましょうってね。それで帰ったらしい。そしたらね、次の日の昼に知人から電話があって、おばあちゃん亡くなってた。嘘？僕はめちゃくちゃ驚いた。その死に方がすごいの。明け方5時頃ぐらいかな？どんどん、どんどんってドアを叩く音と、助けて、助けてって声がしたから、近所の人が管理人さん叩き起こして、鍵持ってきて開けてもらったらしいの。そしたらね、ドアを叩く格好で燃えながら、ちょうど扉を開けた管理人に倒れかかってきたんだって。管理人は、キャーって言って、おばあちゃんを慌てて振り払ったの。そしたら、倒れて近くにいた隣の家の人の両足首を掴んで、あ、たのせい、よ、って言ったらしい。僕はブルッときた。隣の人は、掴まれたまま一瞬動けなくって、両足に火傷を負ったの。火傷自体は大したことなかったんだけどね。両足首に手形がバッチリ残った。多分、精神やられちゃったね。その人は何か過去に、おばあちゃんに何かしたんですか？してないでしょ。ただの偶然。その場にいただけでしょ。じゃあ、なんで、あんたのせい、よ、って言ったんですか？おそらくね、過去にあのおばあちゃんが原因の火事で、誰か亡くなってるね。それで、おばあちゃんずっとそれを後悔してて、自分で自分をずっと責めてたんじゃないかな。無意識のうちに。だから、あれは自殺だね。だから、なんでそれで、あんたのせい、よ、って言うんですか？それは、夢の中で自分をそういう風に責めてたからでしょ。ああ、なるほど。そういうことだったのか。いつも霊が怨念かますとか思わないでね。自己暗示も多いんだから。と、道香さんは僕に言うのだった。第3話、道香さん番外編、動物好き注意。僕には霊能者もどきの親戚がいる。通称道香さん。今現在北海道在住である。今度の話は、どちらかというと僕の体験談である。大学を卒業して就職した後、いろいろあって会社を辞め、僕は北海道の A 市に住んでいた。道香さんはたまたま用事で A 市の近くまで来たので、隣の市で一緒にお茶をしようということになった。時期は冬。
その時の彼女の用事は、ある一家を見ることだったが、その話は別の機会にしよう。その話を聞いていた時、道家さんが、あれ?と、顎で外を見るように促した。見ると、向こうの通りに高校生くらいの白人が歩いていた。なんなのかなあの子。やばいかも。全然やばくない。ただ横断歩道を渡っているだけだ。白人の子が珍しいんですか?札幌や海沿いの都市などを除けば、北海道には確かに外人は少ない。そうじゃないって。確かに珍しいけどさ。チラッとしか見えなかったけどね。あの子ヤバいもんがついてる。ヤバいもの?まさか、白人にも?宗教も違うだろうし、いくらなんでも。僕は彼女の発言が信じられなかった。何その顔?疑っている?いえ、別に。あんた英語少しできるよね?今度会ったら、話しかけてごらんあの子に。は?僕はますます疑念を抱いた。白人というだけで英語が通じるわけではない。ロシア語なんて喋れないし、話すチャンスなんてないでしょう。僕はそんなにこの市に来ないし、英語も通じるかもわからないし。そうね。と彼女は少し笑って。でも、多分また会うよ、あんたは。と、道家さんは妙なことを言うのだった。そんな話をすっかり忘れていた頃、たまたまちょっと必要な本を隣の島で買いに行った時、彼がいた。さすが道家さん。うさんくさいだけのことはある。彼は本を探しているようだった。道家さんに言われたのもあり、オージーかアメリカ人ぽかったので、最初は英語で声をかけてみた。ハロー?Is there anything I can do for you? Oh, yes. I'm just looking for some books on Japanese religion. 僕もわからないので店員に聞くと。そこですよ。と教えてくれた。そしたら、日本語で。あ、そこか。どうも。と日本語を喋った。驚いた僕は、日本語でいろいろ聞いてみた。彼はクリス、カメイ、トイ、アメリカの優秀出身で、キリスト教系のバツ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 教の布教活動で日本に来ているとのこと。彼は僕にお礼を言って、足早に去っていった。特に怪しい感じはしなかった。彼の手の甲に無数の引っかき傷があったこと以外は、2回目に見たのは、A 市からちょっと離れた森の近くだった。僕は雪のせいでゆっくりと車を走らせていた。彼は何やらビニール袋を手に持っていた。彼とは反対側の方向で走っていたが、目があったので軽く右手を上げて挨拶した。ところが、彼は微笑みもせず、じっとこちらを睨んでいた。理由はわからなかった。3回目に見たのは、A 市の横断歩道だった。その時はちょっと話した。前回のことを聞こうと思ったが、一度教会の方に来ませんか?といきなり尋ねてきた。僕は宗教関係に一切興味はないので断ったところ。じゃあ個人的にでも。というので、今度ねと、家の電話番号を教えておいた。紙を受け取ると、See you again. と別れを告げたが、目は全く笑っていなかったのを覚えている。彼の約束など別にどうでもよかったが、しばらくすると家に電話がかかってきた。もしもし?あ、バツバツさんですか?私、アンナと言います。クリスさんに電話番号を教えてもらいました。ぜひ一度教会に来ませんか?英会話教室もやってますし。え、アンナさんって?クリスはどうしたの?彼はアメリカに帰りました。なんで?彼女は理由を言わなかった。彼女の電話の様子から、僕にかけたのはただの布教活動の一環のようだった。気になるので教会に一度顔を出した。そこには、アンナさんともう一人の若い白人、日本人の神父さんだか牧師さん、あとは日本人の信者の人たちがいた。適当にお祈りや英会話教室をやり過ごした後、僕は日本人の神父さんだか牧師さんだかにクリスのことを聞いたが、アメリカが恋しくなった。という。僕は彼の態度に疑問を持ったので、帰り際アンナさんに問い詰めた。クリスはなんで帰ったの?ホームシックじゃないでしょ?彼女は最初躊躇したようだったが、小声で答えてくれた。だが返答は英語で返してきた。彼は狂ってるわ。私たち、彼とうまくやっていけなかった。2週間前の夜、私は教会に忘れ物をしたから取りに行った。そしたら、どこかで猫が激しく鳴いている。
裏庭に行ったら、猫の首を絞めている彼を発見して、一体何やってるの？と聞いたの。そしたら彼、こうするのが一番いい方法なんだ。僕にとっても、奴らにとってもね。っていうの。あの青白い顔でね。後でわかったんだけど、もう何十匹も殺してたみたい。裏庭に猫の死体とか骨とかがいっぱい埋まってたから。私はとても怖くなって逃げた。すぐ教会のダブルさんに電話したの。クリスが裏庭で猫を殺してたって。そして一週間後、彼はアメリカに返されたらしい。懺悔するよう促されたが、彼は固くなに拒絶したそうだ。アンナは最後にこう話した。私はクリスに聞いたわ。なぜ猫を殺すのかと。彼はこう答えた。選択の余地はなかったんだ。奴らが大嫌いだったから。猫が嫌いなの？猫が嫌い？猫は身代わりだよ。俺は敬虔なバツ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 教徒だよ。この意味わかるだろ？けどそれも時間の問題だったかもな。アンナが語ったクリスの発言。This is the best way. For me and M. アンナが語った時、最初僕は M が猫だと思っていた。可能性は低いが、もしあれからクリスと個人的に会っていたら。ミチカさんにこの話をすると。ほらね。と帰ってきた。何がほらね、なのかは聞かなかった。アンナが語った時、最初僕は M が猫だと思っていた。ってことは、本当は猫のことじゃなかったんだよね。M が何だったのか、激しく気になります。M はゼムの役。直接的には猫を刺すんだろうけど、彼はそれを身代わりだと言ってるから、本当は何を刺すのかわからない。何の身代わりとして殺したのか。